今日は新しく買ったこれを使います。オーローメスティン、ダイエッチでも使えるメスティンです。こんな感じ、かわいいです。朝ごはん作ります。初めて使う。実は食べたことがない。やってみよう。オートミールをちょっと入れようか。どれぐらい入れればいいかな。どれぐらい入れるんだろうか。そんないっぱいでもないよね。これくらいかな。皆さんどれぐらい入れてるんですか。少ない？これぐらいにしとこう、今日は。豆乳入れて、豆乳と、コンソメやったかな。コンソメを入れて、米、ちょっと、多めに。と、蓋します。よいしょ。その間に、じゃん。ピーマンを、そうですね。かわいい。よし、それ。乾燥パセリも持ってきたけど、やっぱり生のパセリが美味しい。結構入れよう。パセリは体にいいよ。ね。釣り入れよう。ケチャップ。ちょっと多いかな。まあ、でも、わ、どうしよう。ちょっと待って。大変。大変。美味しいじゃん。塩足して、こんなんでいいのか、正解がわからない。これおいしい。ブラックペッパー、シャパセリ大好きだな。山盛りパセリ入れすぎかな。 OK。 山盛りパセリ、ちょっと火を通そう。パセリに、よし、完成。オートミールのチーズ卵リゾットできました。いただきます。熱そう。あ、美味しい。思ったより全然美味しいよ。思ったよりって言ってごめんね。これは食べ応えあるわ。なるほど、これはダイエットになりそうだね。ただの皮べりです。わ、ちょっとおじさんいました、ごめん。ごちそうさまでした。すっごいお腹いっぱいになったこれ。オートミールってこんなにお腹いっぱいになるものなんだ。ちょっとしんど。
次はちょっと量減らそう。すごいお腹がパンパンです。でも美味しかった。ごちそうさまでした。片付け、本当はコーヒーかお茶を飲もうと思ったんだけど、お腹がいっぱいだな。ここに包んで帰ろうかな。よいしょ、取り替えた。あー、お腹いっぱいだと。帰りますか。お水飲もうか。お水飲んでいこうか。今の温度結構高い。13度。多分いろいろ車内で作ってこんな感じ。 77% もある。すごい熱気がすごいです。水うまっ。